私、リーンさんなら励ましてくれるって心のどこかで期待してたのかもしれません。魔術の修行なんてかこつけてこんなところまで呼び出して委員長としてはちょっとずるかったですね。
Thank you.
Thank you.
行きましょうか。任せなさい。ただ先に進むわい。チャンスね。切り刻め。チャンス。行くぞ。見ろ方、早く。あたしの番ね。はっ。さあ、とっとと先に進む。ようやく一区切りみたいね。手ごわいぞ、気をつけろ。見切った。私の番ね。三日月よ、私に力を。はあ。見切った。私の番ね。切り刻め。リー、続きなさい。了解です。せいせい。神道滅却、我が太刀は無。見えた。大丈夫か？
ほらほら、君も遠慮しないでどんどん行っちゃいなさい。あ、次こそ生頼んじゃう？もっと買ってけ。いいのが入ってんぞ。もっと買ってけ。なんか買ってっか。お、もう終わりか。始めるとしよう。
興味深いな。お届けした曲は今注目の若手演奏家エリオット・クレイグによる光さす空の下ででした。デビュー以来徐々に人気を高めている彼、お姉さんも有名なピアニストで今の伴奏も彼女が担当されたんだとか近日発売という噂の新作レコードがとても楽しみですね。さて続いてはリスナーからのお便りのコーナーです。ラジオネームテート近郊在住のラジオネームゆるふわミントさんから。ミスティさんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。私はとある学院の学生なんですが、実はちょっと気になる教官がいるんです。以前から一生懸命アプローチしてるんですが、なかなか本気に受け取ってもらえなくて。ミスティさん、どうか良いアドバイスを。いわゆる恋の悩みですか。それも生徒さんの先生への秘密の恋。うん、甘酸っぱいですね。あれ？でも教官っていうことはちょっと特殊な学校なんでしょうか。なかなか興味深いですね。あんまり迂闊なことは言えませんが、来週には帝都の夏至祭もありますし、街巡りに誘ってみるのはどうでしょう。ここでポイントなのは、あくまで先生と生徒の関係は踏み越えないこと。例えば歴史を教えている方だったら、帝都の歴史が知りたいなんて頼んだら学校の授業の延長線上になりますよね。そんな風に一緒の時を過ごしていけば、いつしかお互いが特別で大切な存在になって卒業する頃にはなんて。あ、そこのあなた、他人にアドバイスする前に自分の相手をとか思いませんでした？私は皆さんのミスティですから、今はそれだけで充実して幸せなんです。それでは次のお便り。今週はこの辺で。先ほども言いましたが、帝都では来週から待ちに待った夏至祭が始まります。様々なイベントをみんなで楽しむもよし、懐かしい友達との再会もあるかもしれません。夏らしく暑くなってきた今日この頃、急な天気の崩れなどには気をつけて、思う存分楽しんでくださいね。パーソナリティはミスティでお送りしました。 See you again。
次の夕べの時間に。ああもうマジかよ。いいじゃないか。ま、こんなもんかね。やっぱ文系がネックやな。うん、頑張った。私ちょうど平均とは。よかった。一応平均以上よね。いい感じだな。まあこんなものですか。もう少し上を狙いたかったわね。はっ。あ、結構いい順位です。こんなもんか。よかった。まあまあかしら。想定範囲内ですね。さすが帝国の名門、層が厚いな。頑張りました。1位と2位は。Thank you.
オーバルエンジン始動、各種アクチュエータオン、アルティナオライオン、ゴライアスノアの動作テストを開始します。
マイタ今だゲイ聞いているなこのまま押しそこだが低下神器を使えない俺の番だなせクセだゲイ行くぞなさそうだな。とっとと降りろや。
74番条件を満たしつつあるか。ならば最終シークエンスの準備を始めるとしよう。ランクアップだな。褒美を渡すとしよう。この調子で励むがよい。